ハイダ・カツヒコ8月20日から1982年10月26日は日本の歌手、ウクレレ奏者。本名、ハイダ・ミノルカチ。ハワイアンやヨーデル、流行歌で第二次世界大戦前後に一世を風靡し、また映画俳優としても華々しく活躍した。作曲家でスチールギター奏者のハイダ・ハルヒコは2位。ハイダ・ミノルカチは明治政府の移民政策によって、 広島からハワイに移住した医師、ハイナ・カツゴロウの産男としてハワイのホノルルで生まれた。1920年、白愛家として現地の法人に慕われた父が医療活動による過労が原因で急性した。1922年、父の納骨のために母、二つ年上の兄、カカチラと共に帰国し、父親の故郷である広島市内に 父の墓を混流した。しかし、1923年に関東大震災に見舞われて、家族でハワイに戻ることを決意する。荷物をまとめて、乗船の切符もすべて用意した矢先に、震災の混乱で一切の所持品を盗難され、一家は日本滞在を余儀なくされた。ハイダ兄弟は、父親の意志を継ぐべく、1924年にかかちが、そして、 1925年にミノルカチがそれぞれ独協中学に進学して医師への道を志すが、在学中、ミノルカチはサッカーに熱中してしまう。そのため、成績がかんばしくなかったことから、医学部への進学は諦め、1930年に立教大学予科に進学した。大学では野球に熱中する一方で、 在学中の1931年に、カカチが主催した日本初のハワイアンバンド、モアナ・グリーンクラブに入り、ボーカルウクレレ奏者として活躍した。1933年、この頃からカカチは春彦を、ミノルカチはカツヒコを名乗るようになった。日本に初めてスチールギターの音色を伝えた、このバンドは人気が徐々に上昇し、カツヒコも各レコード会社で、 レコーディングするようになった。1934年にはポリドールで藤田実の名義でレコーディングを行っている。1936年に立教大学を卒業して、春彦が所属する日本ビクターと正式に専属契約を結び、ハワイのセレナーデでデビューした。1937年、ハワイを音楽にコミカルな詩をつけた真っ赤な封筒が初ヒットする。 この航路より、日中戦争の影響で、レコード業界も戦時色が強くなったため、ハワイアンのみならず流行家のレコーディングも行うようになる。しかし、佐々木俊一作曲の雨の酒場がヒットの兆しを見せていた最中、戦時下にふさわしくないという理由で、発売中止の処分を受けてしまう。また、本業の歌手だけに止まらず、東方系となる、 ジョースタジオと俳優としても専属契約し、黄昏の湖でスクリーンにデビューした。しかし、同年の暮れ、映画、人生競馬の撮影中に招集令状を受け取り、中国戦線に赴くこととなる。慣れない生活と、気苦労から、重症の横断を患い、現地の野戦病院で静養した後、内地に送還されて、九州の小倉、東京の大倉陸軍病院で療養した。 1939年に王将を解除され、同年暮れから歌手に復帰した。1940年、当時の人気アイドルの高峰秀子と共演した、千葉康基監督の南佐官、映画、秀子の応援団長では、劇中で歌った、挿入歌、きらめく星座が、後方の歌った、主題歌、青春グラウンドを抜いて40万枚の大ヒットとなり、 それまで人気があったもののマイナーな存在だった勝彦が全国的な人気スターになるきっかけとなった。続いて出演した東宝映画燃ゆる大空では飛行兵を演じる。不時着して重傷を負いながら故郷の空を歌うシーンは若い女性の交類を絞り映画俳優としての人気をも確立していった。レコードにおいてはきらめく星座の爆発的なヒットに続いて こりアさの温度、お魂尺は、河津の子、森の小景とヒットを連打。だ。日米開戦後は、昭和17年、マニラの街稼働で、ジャワのマンゴー売り、新設、鈴掛けの刑と戦時中にもかかわらず、絶大な人気を得ることとなる。人気の上昇につれて、甘く切ない歌声は、感傷的で好ましくないと徐々に、内務省をはじめとする当局から睨まれ、きらめく星座の一番の歌詞の、 男純情の愛の星の色が、陸軍の象徴である神聖な星を、流行家の死に軽々しく使用するとは、何事かとクレームをつけられる。やむなく、昭和18年に改訂版を、ジャワのユーズキのカップリングで発売するという事態になる。しかしながら、人気は衰えず、バタビアの夜は更けて、加藤春戦闘隊、ラバウル海軍航空隊とレコードのヒットは続き、スクリーンにおいても、 東宝映画、花子さん、誓いの合唱など、活躍を続けた。1945年、商業兵として復員した灰田は、芸名であった、勝彦の名を本名にした。人気はさらに上昇し、リバイバルヒット、新設きらめく星座を、はじめ、紫の単語、東京の屋根の下とレコードの大ヒットが続く。昭和21年、 広報と日劇で講演したハワイの花は連日超満員の観客動員を果たし、まさに絶頂期を迎えるのであった。戦争のため、関係を引き裂かれていた地元ハワイのフローレンス君主と1948年に結婚。スクリーンでは、東方映画、歌え太陽をスタートとして、花比べたぬき御殿、銀座カン,カン娘、たぬき、銀座を歩くなど、 主にミュージカル的な歌謡映画に数多く出演している。立教出身者で固めようと自身が企画した映画、歌う野球小僧は上原健、笠木静子らの共演により成功し大ヒットした主題歌野球小僧は野球好きなハイダのテーマソングともなった。昭和20年代後半に入ってもアルプスの牧場では見事なヨーデルを披露し大ヒットその後も 水色のスーツケース、新橋駅で、さようならと、ヒットが続く。この頃、野球選手の別所竹彦、大相撲の東富士、俳優の鶴田浩二らと義兄弟のちぎりを交わし映画、4人の誓いに出演して、話題となる。民放ラジオが設立されると、放送におけるコマーシャルソングが盛んに作られたが、その第1号である、小西ロックフィルムの、僕は、 アマチュアカメラマンを歌ったのも彼であった。初期の NHK 紅白歌合戦の常連大持つ歌手の一人でもあり、計六回出場している。第三回と第七回では白組の鳥を務めた。小林亜生は日本のポップスの歴史は戦前から戦後にかけて活躍したハイダ・勝彦さんにそのルーツを遡ると評している。ハイダは昭和30年代に入ると徐々に 人気は衰えてくるが、ラジオテレビに活躍は続き、作曲なども手掛けるようになった。昭和40年代の夏メロブームでは、欠かせない存在として活躍。昭和53年1月15日放送のビッグショーハイダカツヒコ、青年66歳は、FM ラジオでの再放送や番組の LP 発売が、され、人気の健在ぶりを示した。 芸能生活45周年を迎えた頃、ハイダは歌手の阿ワヤノ子に招かれ、亡くなる半年前に阿ワの事務所に移籍する。ハイダが単なる懐メロ歌手ではなく現役のエンターテイナーとして健在であることを示すべく企画が進められるなどをしていた矢先の1982年5月21日、銀座の高級クラブで行われた小出演中に体調不良を訴え始め、 数日後入院。軽度の脳出血だったため、約1ヶ月の入院、リハビリを経て退院したが、その直後末期の肝臓癌であることが判明し、いとこが院長を務めていた、肝臓門病院に再入院する。治療を続け、体調も回復していた。しかし10月26日、朝食後に容体が急変し、妻の君子と長女に見守られながら71歳で死去した。 朝食をとった直後はまだ容体は安定しており、ハイダが大好きだった野球の放送時間を気にして、おい、1時になったら日本シリーズをつけてくれと言ったのが、ハイダの最後の言葉になった。葬儀には芸能界にとどまらず、各界の著名人が顔を連ねた。11月3日に予定されていたハイダの母校である立教大学に鈴鹿家の家の下避の除幕式への出席を心待ちに、 していた矢先で、当日の除幕式にはハイダに代わり母校の先輩で、ハイダとは、約半世紀に及ぶ信仰があった歌手ディックミネが、音楽番組の収録を中途で抜けて駆けつけ、春彦や君子美亡人らと共に式に出席。号泣しながら、鈴鹿家の刑を大操の死をいたんだ。性格は、喧嘩っ早く、人情家で切り固かったため、ハワイ生まれの江戸っ子と呼ばれていた。 なお命名したのは、読売巨人軍のエースで、ハイダとは、義兄弟と互いに呼び合うほどの仲だった、別所竹彦であった。芸能界随一の野球好きで、知られ、バックバンド等のメンバーで、野球チームを結成、ピッチャーとして、還暦過ぎまでマウンドに立ち続け、歌の合間に野球をするのか、野球の合間に歌を歌っているのか、とまで言われた。また、立教大学の後輩である、 長島茂雄親、ホームラン王の王貞治など、多くのプロ野球のスター選手とも親交があった。1977年には、王選手に捧げる歌として、燃えるホームラン王を作曲して自ら歌っている。また、父親が広島出身のため、1966年、杉村春子や梶山俊之などの広島出身者が結成した。 広島東洋カープを優勝させる会にも参加した。その他、南海ホークスの球団歌も歌っている。またマージャン好きでも有名で、1972年には、マージャン唱歌、恋の東南西北を自ら作曲し、吹き込んでいる。ハワイ生まれということで、戦時中は、軍部からはかなり睨まれたために軍人嫌いだったが、日本に対する愛国心は人一倍強く、日本の国旗。 国家には格別の思いがあった。また日本食が好きで、お茶漬け、梅干し、新子が大好物だった。キャリア後年に愛用していたウクレレ、マーチン 1M は、信仰の深かった高峰秀子から贈られたものだったが、これはハイダが以前に愛用していたウクレレを後方が、引くのにこと書いて、お尻の下に引いて壊してしまったため。 そのことを気にした高峰がハワイに行った際に買って帰ってきたものである。昭和53年1月15日放送の NHK の番組ビッグショー内ではこのウクレレ一本の伴奏に乗せて広報と思い出の曲を歌うシーンがある。ありがとうございます。